聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション2008年1月21日定例会今日はマタイの福音書の15章マタイの福音書15章です それでは朗読をお願いいたしますマタイの福音書15章1節から20節そのころパリサイ人や立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていったあなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか パンを食べるときに手を洗っていないではありませんかそこでイエスは彼らに答えて言われたなぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか神はあなたの父と母を敬えまた父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのですそれなのにあなた方は 誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものはそのものをもって父や母をたっとんではならないと言っていますこうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました偽善者たちイザヤはあなた方について予言しているが まさにその通りですこの民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。 口に入るものは人を怪我しません。しかし、口から出るもの、これが人を怪我します。その時、弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですかしかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお上にならなかった木は、 皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。 あなた方もまだわからないのですか口に入るものは皆腹に入り、川屋やに捨てられることを知らないのですかしかし、口から出るものは心から出てきます。それは人をけがします。悪い考え、殺人、勧誘、不貧行、盗み、偽証、ののしりは心から出てくるからです。 これらは人を汚すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。それでは、もう一度ご挨拶しましょう。おはようございます。今日はマタイの福音書十五章です。マタイは二十八章までありますので、すでに半分終わったわけですね。今日から後半に入ってまいります。毎週。 マタイの福音書、1章ずつ取り上げてお話を進めてきています、えー。毎回申し上げてますが、聖書を理解するために大切なのは文脈です。コンテクスト。ですから、今日のこのマタイの15章がどういう文脈に位置づけられるのかということをまず押さえて、それから内容に入っていきましょう。この文脈はイエス様の交渉外でも後半に入って 時点でありますその分岐点になった分水嶺になったのが、ユダヤ人の指導者たちが、イエスがメシアであることを拒否した出来事です。これを、イエス様は許されない罪とお呼びになりました。マタイの福音書の十二章二十四節に、それが出てきます。イエスは、悪霊の頭ベルゼブルによって、悪霊を追い出している。 イエスは悪霊付きであるという理由づけでイエスがメシアであることを拒否しましたその後イエスは群衆に対して今まで時間とエネルギーを注いでいたのから方向転換をして12人のの弟子たちの訓練に入っていきますそれは自分がいなくなった後もこの神の国の 福音が弟子たちを通して伝わるためですそれはいわば使徒行伝の時代に備えたイエスの弟子訓練でありますで、今日の箇所ではイエス様の活動はユダヤ人の地とそれから異邦人の地での活動二つに分けられますで、今聖書朗読していただいた箇所はイエスがユダヤ人の地で まままたたたパリサイ人と論争に入りましたその内容後半は朗読では読んでいただいていないこれは私がメッセージをしていく中で読みたいと思いますが後半は異邦人のの地でで出来事ですで今日の私のメッセージのゴールは何かそれは2,000年前にどういうことがあったかということを解説することが主な目的ではありません。 今日私のメッセージのゴールは現代の国際政治の背後にユダヤ教とキリスト教の複雑な関係があることそしてそれにイスラム教が首を突っ込んできているさらに三重にそれが複雑になっているんだということを申し上げたいと思います。つまり今国際政治国際経済を理解するためには ユダヤ教とキリスト教の複雑な関係およびイスラム教の参入こういったことを理解しなければ今起こっていることは理解できないということです。ユダヤ教とのは何なのかクリスチャンはほとんど知りません。ですからユダヤ教をどう理解するのかそれからキリスト教というのは何なのかユダヤ教とどういう位置づけに入っているのかそして ユダヤ教とキリスト教を乗り越えたところにある信仰の本質というのは何なのかということをこれから解説をしたいと思いますというのはマタイの福音書の15章のイスラエルの地で起こったことと異邦人の地で起こったことと比較して眺めていくときに実は今展開されているユダヤ教とキリスト教の緊張関係がすでにここに出てくるからであります このメッセージを通してすでにクリスチャンになってらっしゃる方はいかにユダヤ教キリスト教を超越した信仰の本質というものが真実で素晴らしいものかということを確認していただきたいと思います。自分たちがが、信じているものがいかに普遍的で、 時間や場所に制約されない素晴らしいものであるかとということを理解していいいたただきたいと思いますそしてまだクリスチャンでない方は今日のメッセージを通してイエスというお方がなぜメシアと言われるのかこの方に信頼をおいても本当にいいのかどうかということをご自分なりに考えて一歩二歩とイエス様に近づいていただきたいと思います。一般的にに日本では特に 働き盛りの男性たちは宗教に関してはこういう言い方をします日本の宗教観は世界一だ日本ではもともと神道的な考え方があったけれども聖,聖徳太子の時代に仏教が入ってきたでもそれを否定したりあるいは神道を否定したりしないで仲良く平和共存できたんだだから日本ではいろんな宗教が共存できて平和である ところが一神教の世界はまずいすぐに宗教戦争が起こり殺し合いが起こるんだだから日本的な宗教観がナンバーワンだってこれはちょっと一般の方と話をすると必ず出てくる論調です、ね、本当にそうなのかそういったことも含めてですね今日のメッセージを皆さんお聞きいただきたいなと思いますでは行きましょう いいですか。三人だけ入っておいてください。<laughs> いいですか、準備できました。はい。で前半がユダヤ人の地で起こった出来事です。後半が異邦人の地で起こった出来事です。では一番目、ユダヤ人の地で何が起こっているか。結論から言いますと、立法論争です。再び立法論争が起こっています。 解説する前にちょっと質問しますが食事の前に手を洗わないで食べる人ちょっと手を挙げてください食事の前にはどっちかというと手を洗う方だってす手を挙げてください,はい子供がね外から帰ってきて汚い手で食事を食べようとしたらお母さん「あなたは手を洗ってから食べなさい」だってイエス様だって手を洗わないで食べたんだよ日曜学校で学んだよと言ったらこれは全く間違ってますね解釈が。 というのはこれはどうすれば衛生的かという論争じゃないんですこれはこれは儀式的な清めの論争なんですよで立法の論争ですねすでに見てきました私たちは断食論争というのがありましたそれから安息日の論争というのがありました詳しくは今日は話をしませんすでに話をしましたがここでは食事の前の清めの洗いに関する論争なんです この論争は立法と立法主義の論争です。もう一回言うよ。この論争の本質は立法と立法主義です。立法というのは良いものです。立法という時にこれはモーセの立法のことです。立法主義というのは形式にこだわるあまり結果的に神の立法に反することをしていることです。もう一回言います。立法主義というのは 形式にこだわるあまり、結果的に神の律法に反することをしていることです。パリサイ人たちが律法主義者と言われる理由は何かというと、彼らは先祖たちの言い伝え、あるいは長老たちの言い伝えというものをにこだわっていたんです。これは形式です。だから結果としてモーセの律法 立法の精神を破壊していたここにパリサイ人たちの問題がありますここでねパリサイ人たちがこだわっていた先祖たちの言い伝えというのが何であるかということをちょっと説明しておかなければなりません。これは「言い伝え」とあるように古伝立法と言われるものです漢字で書くと口で伝える立法「口伝立法」です。 当時はイエス様の時代はこれはまだ文字になっていない言葉だけですだから「デン立法」というんですモーセの立法というのはユダヤ人が神様からいただいた立法の全体のことですいついただいたかエジプトで奴隷になっていた民がエジプトから出て新しく自由の民として国づくりをしていくときにそれが与えられたんです誰を通して与えられた シナイ山でモーセを通して与えられたからこれをモーセの律法と呼びます。モーセの律法の中で最も有名なのは十戒です。石の板に神様自らがお書きになったというあの十戒ですが、あれだけ飛び出てるんではなくて、それも含めてトータルでモーセの律法と言います。だから十戒というのはモーセの律法の一部です。 モーセの立法というのはどれだけの命令からできているかというとのの命令からでできています。す。規定があるんですこれはイスラエルにとっては憲法であり民法であり刑法であり商法であり行政法でありありとあらゆるものこれがモーセの立法です。ですからイスラエルの国は自由の民として国づくりをしていくんですがモーセの立法に基づいた 法治国家として彼らは国づくりをスタートしたんです国づくりに必要なのは何かというと人々が集まってきたら国ができるわけじゃないんですそこに必要なのは法体系です国の理念ですそして経済的あるいは社会的インフラというものが必要になるそれから教育システムが必要になるそれから防衛システムが必要になる こういったものが整わないと国というものができないんです。今、パレスチナ人たちは新しい国づくりをしようとしていますが、なかなかできないん。なぜかというと、勢いだけで、叫ぶだけでは国はできないんです。そこに理念があり、そして社会的、経済的インフラが整わなければならない。ユダヤ人たちは、シナイ山で与えられたこの613の立法を 自分たちの憲法として国づくりをスタートして非常に栄えるわけです一番栄えたのがダビデ王の時代それから次がソロモンの時代非常に栄えましたイスラエル人にとってはそれは夢です今のイスラエル人にとってはねその時代が来ることは彼らの夢でもありますねところがイスラエルの歴史を見ると彼らはバビロン捕囚という浮き目にあいます バビロンによって南の二部族が滅ぼされ、保守に行く。その理由は何かというと、彼らがモーセの律法を忠実に守らなかったからです。70年でバビロン保守から帰ってきて、再び国づくりを始めますが、その時に彼らは何を反省したかというと、モーセの律法を守らなかったからこうなったんだ。 これからはきっちり守りましょうきっちりやろうと考えたんです動機は良かったんですところがそれがこうじましてね613あるモーセの立法を破らないためにはそれに近づかないようにここまでいったら危ないぞという垣根を立てましょうこれは例えて言えば 野原に古井戸がある何の警告等も立ってない子供が遊んでて落ち込む危険性があるからお母さん方が心配してその周りに塀を立てますでこれより先に行くと落ち込むよっていう札を立てます最初はそこまでいいんですがそのうちもっと心配な人が出てねだってこれが腐って崩れたらどうすんのこの周りに池垣作ろうよっ,て言って 二重になりました。ただそれでも心配な人がいてもっと身長の高い人がいたら乗り越えちゃうじゃないこんなの。だから 3m ぐらいでトゲがあってね近づいただけで痛いようなものを作りましょうとこで3重になるわけですね。いわば先祖たちの言い伝えというのは猛暑の立法という古井戸に間違って落ち込んで立法違反をしないように垣根を立てていくようなものでどれぐらいの垣根が 出来上がってきたかというと613の規定の最速というのがぶら下がってきてイエス様の時代は誰もカウントした人はいないけど数万の規定に膨れ上がっているわけです。で文字で書かれているのは613です。書かれていない古伝立法というのが数万もあるわけですね。それがここでいう先祖たちの言い伝えというものです。古伝立法ですこれを カタカナで言うとミッシュナっていますミッシュナでこの後で使い付け加えた垣根がモーセの律法と同じ権威があるあるいはモーセの律法以上に権威があるとされたんですこれがパリサイ派の神学でパリサイ人たちはいわば宗教的な警察官のようなもので交通違反を取り締まっている警察官が いますよねあんなもんですよだから人々が違反したらピーッと吹いてほらって注意するだから孟子の律法がもともと何を言っていたかということはすっかり忘れて形だけの禁止令が一人歩きするようになるわけです何回も言いますけど最初は良かったんです。動機はいいんですよスタートした動機はいいんだけれども結果的には間違った方向に行ってしまって で、イエス様のことを言いますと、イエス様がモーセの立法を破ったことは一度もありません。もしイエスがモーセの立法を一回でも破ってたら、メシアとしての資格がなくなります。ところがイエス様は、この宮殿立法に関しては、わざと破ってます。わざと破ってる。例えば、あの、盲人がね、生まれつきの盲人が、 安息日に癒されるんだけど癒された方法はどういうふうにしたか覚えてる椿を椿で泥を作ってそれを目に塗ったでしょうなんであんなことしてるかそれはこのミシュナの宮伝立法の中に安息日には人を癒してはいけない例えば盲人の目に 唾を塗ったり泥を塗ったりするような方法で癒してはいけないと禁止してあるんですだからわざわざ禁止していることをやってらっしゃるんですそれがイエスが宮伝立法を評価していた方法であります皆さんね宮伝立法が当時のユダヤ人だけの問題だと思わない方がいいです教会の中にも 現代のの教会の中にもわんさかと苦伝立法があります。つまり聖書には書いてないのにそれと同等の権威を持ってるかのような習慣や決まりが各教教派とか教団とかか団に結構あるんです。私はねあの海外から帰ってきたクリスチャンの方がね海外で信仰を持って日本に帰ってきて日本の教会になかなか定着しない行くとね堅苦しいって感じるそうですよ。 その理由は何かというとやっぱりね現代の宮伝立法に関係があるんじゃないかなと思うんですねああしちゃいけないこうしちゃいけないっていうことがあまりにも多い最近よく成長している教会を見ると結構ね宣教師の先生が指導している教会が多いんです宣教師の先生が指導しているだけでなんとなく明るいんですこれ不思議だよだからもう一度ね日本は日本人のクリスチャンは 宣教師の先生方から教会を勃開し導く方法学び直す必要があるんじゃないかなと私は思います私はねこのハーベストフォーラム東京が海外から帰還帰国したクリスチャンたちが一時的に集い日本の教会につながる前の泊り木として用いられたら素晴らしいなと思いますね現代の 古伝立法の話をしてますがある時ねもうずいぶん前ですけども10年ぐらい前ですけど聖地旅行に行ったある婦人の方がね朝食で同じテーブルに着いたら大体ね聖地旅行に行くと2人1部屋なんですね1人部屋も要求できますよでも高い1人部屋ねだから2人1部屋で知らない方と同部屋になる場合があるわけです。で先生私い,い方と 同じ部屋になった全然知らなかったことを教えてもらってものすごく勉強になったって喜んでるわけ当然聞くじゃないどんなことを教えてもらったのってね心配な場合もあるからね <laughs> そりゃそうじゃないいろんな教,教,だ教,教派教団の人が来るからどんなことを教えてもらったのいやお部屋に入る前に部屋の中にいる悪霊を追い出しする祈りをしてから入ることを教えてもらったで僕はねあなたね それは、ね、喜んじゃダメだよもしあなたがねそれをやり続けたら解放じゃなくて束縛が来るよなぜかというとね聖書のどこに新しい部屋に入るときには悪霊の追い出しをして入れっていう命令がどこに書いてあるの皆さんはホテルの部屋に入るときに悪霊の追い出しして入る毎回新しい部屋に行くときにはその部屋の中の悪霊を追い出すここに入った時はどう トイレに入る時どうよ <laughs> 聖書の教えはよみがえって生きておられるイエス様を思いなさいというのが聖書の基本的な教えですまた愛をゴールに生きなさいというののが聖書の命令です悪霊のことを意識してねいつも悪霊悪霊って考えてる時にそれは現代の宮伝立法となり本来「 神様が私たちに教えてらっしゃる最も大切なこと生けるキリストと共に歩むということこれから目がそれてとんでもないことになってしまうんです。もう一つ言っとくと聖書は悪霊あるいはサタンの攻撃に対して用心する注意深くあるということを命じていますから絶えず私たちは備えておく必要がある。けれども イエス様も弟子たちもそうだけど伝道に行った時に悪霊ハンティングなんか一回もやってないですよ。まず行ってこの町にいる悪霊を追い出してから伝道するってどこにそういうモデルがあるんですか。伝道していく中で悪霊が反応してくるその時に御言葉によって悪霊を退ければいいんですだから武器は何かというと聖書の言葉です。 霊的な戦いの本質は何かというと悪霊の攻撃を認識したときには聖書の言葉を引用し適切にその状況にふさわしい言葉を使って戦えることこれが霊的な戦いの本質ですどっかで現代のキリスト教が非常に複雑なものになりすぎてきてるんですよそれが 霊的戦いに関して言えば現代の古伝立法です注意する必要があるさあ古伝立法が現代の問題でもあるということを今説明しましたがじゃあ具体的な内容に入っていきましょう食前の清めの洗いというのは何なのかこれは衛生的な理由ではなく儀式的な汚れを清めるための古伝立法ですユダヤ人たちはどこからどこまで洗ったのか指先から 肘までで洗ったんですもし衛生的な理由であればここまで洗う必要がない肘でご飯食べる人いますいないでしょだからこれは儀式的な洗いです特にパリサイ人たちは儀式的な汚れにものすごくこだわったんですだから束縛されてるし人々を束縛してるわけですどれぐらいこだわったかと市場から帰ってきた時はときは 体全部を清めてからでないと食事をしないこれも間違いないでねお湯に入って石鹸で体を洗ってそれはお風呂に入ってる清めとは関係ないでしょ清めっていうのは儀式なんですからだから今エルサレムで発掘をしてある当時の祭司たちパリサイ人たちが住んでいた家を遺跡を見に行くと玄関から帰ってきて家に入るとすぐに洗礼槽があるんです 水を溜めてあるなぜかというと市場から帰ってきたらすぐにバシャンと入って全身を清めるわけですねもう一回言うけどお風呂に入ってんじゃないよ中で体洗って汚いばい菌落としてんじゃないよ儀式的な清めなんだそれを洗礼草ミクベって言いますユダヤ教徒はねミクベ。それだけじゃない食器も清めるんです食器の清めに関しては石の食器であれば 清めれば何回も使ええるという考え方だからそういうパリサイ人や祭司たちが使っていた食器は土器ではなくて石器です石灰石の柔らかそうなのを加工して石の食器を使っていますこれであれば水につけておいて清めることができるだから食器もバプテスマを受けたんです。パリサイ人そうですよバプテスマってそういう意味ですから。 食器もバプテスマを与えて記憶したんですそれでパリサイ人たちはここでイエスとその弟子たちを攻撃する材料を探してますからね彼らが儀式的な清めをしないままでパンを食べてるのを見て批判したんです。なぜ先祖たちの言い伝えを守らないのかつまりなぜクデンリ を守らないのかって言ったらイエス様はあなた方は先祖たちの言い伝えを守るために神の戒めを犯してるじゃないかどっちが大事なんだというのはイエスの反論でその一例として出てくるのがコルバン規定というものですイエス様は一つの例としてコルバン規定というものをお語りになりましたそれは何かというと 両親にあげるものが備え物になったといえばもう義務から解放されるという規定ですちょっとこれを説明しますモーセの律法の十0回の中の第5回があなたの父と母を敬えっていう教えですということは両親が経済的に貧しくなったならば経済的にも支援しなさいというのは当然含まれてますパリサイ人というのは いつパリサイ人になるか。結構ね、パリサイ人の中には、もともとはパリサイ人でないのに、パリサイ人に回収する、パリサイ派に回収するユダヤ人が多かったんです。ということは、息子はパリサイ派になってるのに、両親はなってないというケースがすごく多かったんです。パリサイ人たちは、パリサイ派でない人に経済的援助をすることを非常に嫌がりました。 それがたとえ両親であっても嫌う傾向があった。だから例えば家に座っていたら窓の向こうに親父が近づいていくのが見えた。ああ、お金の無心だろうなってわかる。その時にこう言うんです。父親が家に入る前に神様、私の財産はコルバンです。コルバンになりましたって言うんです。お父さんが入ってきます。実はなお前。 ちょっとお父ちゃんも苦しくてな助けてくれや」あー「あお父ちゃん残念あと1時間前に来てくれたらあげられたのになちょうど30分ほど前にコルバンって言ってしまったんだよだからお父ちゃんにあげられへんわ」というこういう話ですよごめんねちょっと心が入る話になると大阪弁になっちゃう。でコルバン って宣言したらこれは一つ,つは神殿に全部献金する2つ目はこれは都合いいんだよ自分のためだけに使うなんでそんな話になるか分かんない要するに「第三者のために使っちゃいけない」って話です。「神殿に全部捧げるか自分のために残しておいて自分のために使うかで第三者にはあげられないたとえそれが良心であってもあげられない」。 でモーセの律法とそれは矛盾するじゃないどっちの方が上かっていうとコルバン規定の方が上であるという規定になってくるわけでこれは見事に形式主義が勝ってモーセの律法が破られている例でありますだからイエス様はここでイザヤ書の29章13節を引用してこの民は口先では私を敬うが その心は私から離れている彼らが私を拝んでも無駄なことであると嘆かれたわけです、ね、ここでイザヤの予言が成就しました話はそこで終わらないんですその次にイエス様は例え話でそのパリサイ人たちと古伝立法のことを弟子たちあるいは民衆に教えますねそれが、えー 10節以降です。イエスは群衆を呼び寄せて言われた聞いて悟りなさい口に入るものは人を怪我しませんしかし口から出るもの、これが人を怪我しますここで例え話に関する一つのパターンが出てきますそれはイエス様は交渉外の後半ではこのパターンを必ず行っていますそれはまず例えで群衆に教える2番目 群衆はそれが理解ができない。三番目、弟子たちも理解できない。四番目、ペテロが代表して質問をする。五番目、イエスが例え話を弟子たちに解説する。このパターンです。もう一回い行くよ。例え話で群衆に教える。二番目、群衆が理解できない。三番目、弟子たちも理解できない。だから、弟子の代表として、四番目にペテロが質問をする。五番目にイエス様が弟子たちに例えを。 解き明かすこのパターンでありますここでもねこのパターンが出てくるんですイエス様はここで3つのことを例えで解説してます1つは口から入るものが人を怪我すんじゃない口から出るものが人を怪我すと弟子たちは分かんなかったでしょうねこれ何のことか口から入るというのはまあ食べ物ってわかるよね口から出るというのは1回食べているものを出すのかなとかねそれは汚れてるのかなとかもうトンチンカンな 解釈があるわけですよ。二つ目にイエス様はこう言われました私の天の父がお上にならなかった木はみな根こそぎにされます三番目盲人が盲人の手引きをするなら二人とも穴に落ち込むこの三つですよもう一回言うと口から入るものではなく口から出るものが人を怪我す二番目父が植えなかった木はみな根こそぎにされる三番目 盲人が盲人の手引きをするなら共に滅びるさあこれに対して弟子たちが質問をしますからイエス様は第1番目の例え話について答えます2番目3番目どう答えたかは書かれてないけれどもこれは書いてないけれども解説したと思います私はそしてその答えを類推して今から解説します1番目メシアであるイエス様の解き明かし汚れは食べ物から 体内に入るんじゃなくてれれたた心ががあるる。かられた言葉が出てくるつまり問題は人間の内側にあるんだこれが形式主義者の限界ですね。外側ばっかり気にしてるんだけども内側はどうなのか問題は外じゃないんだあなたの心に問題があるんだということこれがイエス様が人間を見抜いて 人間の本質を言いい当てているところであります。私たちは神の前に出たならば誰一人神をごまかせる人はおりません神様は全てをご存知です私たちの心の中に何があるかもご存知です口から出るものが人を怪我すんだだから本当に清くなりたいと思ったらイエスをメシアとして信じて精霊によって で、内側を清くしていただく以外に方法はない。これがイエス様が私たちに提供してらっしゃる救いの方法です。内側の清めは？メシアを。イエスをメシアとして信じて聖霊によって清められるしかないんです。2番目。神が植えたものでない。木は必ず。 抜かれてしまうこれは何のことを言ってるかというとパリサイ派の教えは神が植えた木ではないということを教えてるんですだからクデン立法は神が植えた木ではないからみな根こそぎにされるということですこのクデン立法のことをカタカナでなんて言いましたミッシュナこれヘブル語なんだよカタカナって言ってるけどねミッシュナ ミシュナはイエスの時代からおよそ200年経って初めて文字になりますいいですかだからイエスの時代には文字になってないんですまだそれが文字になりますそのミシュナを解説したものをゲマラと言いますごめんねちょっと難しい言葉が続くけどこれはぜひ必要です知っておく必要があるミシュナを何万とあるミシュナを解説したものがゲマラと言います で公式で言うとミシュナプラスゲマライコールタルムードですミシュナプラスゲマライコールタルムードですタルムードというのはユダヤ教の経典です実際にタルムードを開けてみると不思議な形をした本ですね真ん中にミシュナが書かれてあってその周辺に解説であるタルムードが散らばってますそれが タルム、あ、ごめんなさい。ゲマラが散らばっています。で、ユダヤ教というのはタルムードを経典にしてますね。ということは遡れば。パリサイ人たちが大事にしていたク古伝立法。ミシュナの上に現代のユダヤ教がなっているんです。最近は。ユダヤ人に対する理解が進んできてね。時々ね。クリスチャンなのに、ユダヤ教に改宗する人がいるんです。 私そういう人何人か知ってますよ驚きますよね時代を遡ってるんだよねまあ、結論から言うとそういう人はもともと救われてなかった人ですもともとクリスチャンではなかったクリスチャンだと言ってたけどね形式だけクリスチャンだったありえないです心の中が一回イエス様信じて変わったんだったらユダヤ教に U ターンすることはありえないねなぜそういうふうになるかというとユダヤ教っていうのは すごく知恵がある宗教ですもう2000年の歴史があるわけですだからあらゆることを学ぶことができるので感動するわけですよねでユダヤ教ってすごいなでイスラエルに興味を持つとねすごくユダヤ文化を採用したくなってくるんですね極端な場合はねこれも現代の立法だよ礼拝は安息日の土曜日でなければならないあるいは 牧師が皆さんの前に立つ時に頭の上にキッパーというこういうかぶり物をかぶってねそれから礼拝で歌う賛美は全部ヘブルの賛美それから踊りは全部ヘブルの踊りで主を礼拝するこれが最も霊的だというふうに思ってくるこれらは間違いです全部間違いです。日日本本人はのの文化をを通して神様を礼拝すす。するがが良いんででそれが正解ですね。 だからユダヤ教を恐れる必要はないタルムードを恐れる必要はないなぜならば僕らが持っている求心約聖書という掲示された神の言葉に合致しないものは全て神が植えた木ではないんです安心だよねそうすると掲示された言葉によって全て判断すればよろしい 神が植えたものでない木というのは恐れる必要がない。3つ目の令和はこれは例え話は盲人が盲人の手引きをすればって話なんだけど2人とも穴に落ち込む。これは紀元70年にエルサレムが崩壊することを予言した言葉です。確かに滅びました。穴に落ち込みました。盲人手引きしている盲人はパリサイ人です。手引きされてる盲人は 民衆です共に滅びてしまった。だからこっから学ぶべきレッスンは何かというと民衆は自分を導いている教師が盲人なのか目が開かれているのかということを吟味する責任があるということです。特に私は当時の今もそうですけれどもユダヤ人たちリーダーコンプレックスを持っている ユダヤ人ととと日本のクリスチャンとは非常によく似ていると思いる思ます。私が一生懸命聖書を解説したいと願っているあるいはこれから聖書塾を開いて皆さんに聖書の教えを広めていきたいと思っている最大の理由は何かというと私の教えに従う人を増やしたいということではないんです。それは、 自立して自らが聖書を読む力があるクリスチャンを一人でも多くしたいというのが私の願いですだからどんなに有名なあるいは人々から尊敬され信頼されている先生が言ったとしてもそれを聖書の言葉に照らして吟味せずして鵜呑みにすることはしてはなりませんなぜなぜらば 一人一人が神様の前に責任があるからです。だから私の話も鵜呑みにしないで聖書に照らしてこれはおかしいと思えばどうぞ言ってくださいそこで話し合おうじゃありませんかもし私が聖書に基づいて違うということが分かったならばその時点から私の教えを変えますよそういうもんですね一人一人が神の前に責任を持っている。 もちろん教える人にはより大きな責任が与えられてますが教えられる側が責任が逃れるというわけではないんですにに穴に落ち込んんででしまうんです。そういう作業をしていかないと私が今このことをね強調している理由は何かというと最近ですね盲人が盲人の手引きをしていると思わざるを得ないような教えが広がってきているその一つはセカンドチャンス論という教えです 皆さんお聞きになったことありますかセカンドチャンス論というのは何かというと2回目にチャンスがあるという考え方ですね。それは突き詰めて言うと死後にも福音を聞いて救われるチャンスが残されているのかどうかという問題です。日本で宣教していると私は信じたいけどイエス様は信じないで死んだ先祖はどうなるのかという質問がよく出てくるんです。 だからいやいや先祖の方も死んでからもう一度福音を聞くチャンスがあるからあなたも今のうちに信じておきなさいと言いたくなるわけですだから動機はわかるん宣教論的にあるいはその人への心の配慮からしてすごくわかるしかしこれは皆さん現代の宮伝立法になりつつあるじゃありませんかなぜならば私たちはね 死んだ後もチャンスがあるかどうかということに関してはとても痛みを持ってね悲しみを持ってこの問題を考えなきゃいけないしかしこの論を進めていくとおかしなことが起こるんです多くの人はこう言うと思いますもし死んでからもうチャンスがあるんだったら生きてる間は僕はしたい放題に生きようその方が楽みたいな感じがするで死んでから決心すればいいんだから となりませんかその場合に「いやいや生きてる間に福音を聞いてチャンスがあったのに信じない人は駄目です」「聞いてない人だけがチャンスを与えられる」「じゃあ僕は今日から伝道をやめるよ」だって福音を聞かせたらその人はチャンスなくなるんだったら何も教えないで死んでから考えてもらった方がで死んでから再びそういうチャンスがあるんだったら誰が拒否しますか聖書は「 どこを読んででも生きててているる人に対して語られてるメッセージですだから本来死んだ人がどうなってるかチャンスがあるかどうかというのは聖書の伝えようとしているメッセージにはなじまない質問設定です。だから生きているあなたは神の前に立った時にどうなのか救い主イエスを信じて罪の許しと永遠の命をいただいて今から 天国の味わいを味わうような生活をしなさいっていうのが福音の内容ですね。死んだ人が再びチャンスを与えられるというような指針は聖書には僕はどこを読んでも出てないと思う。そして大事なことはすすすででにに死んだ方についてはは私たちは口を閉ざすべきですなぜならば死ぬ瞬間にその人がどういう 思いどういう祈りで死んだかは神様とその人しか知らないんです。さらにその人がいかなる処遇を受けようとも私は神が正義であり愛であり愛と正義に基づいて一人一人の処遇を決めてらっしゃると信じますから私がイエス様の姿に似たものに完成された時には神がなさった判断と同じ判断を下して それでよしと私もうなずくだからあらゆる問題についてそうですけども私たちが変えることのできない問題私たちが知りえない問題については神にすすべててを委ねておくのが良いんですそして生きている人に関してはセカンドチャンスがあるというようなことを言うべきではないあなたは今という時に良い判断をしなさいというふうに迫るべきであります。 このセカンドチャンス論というのは私はまさに盲人が盲人を手引きしている現代の宮伝立法であって非常に危険な伝道を進めるどころか危ういところに私たちを導く教えだというふうに感じております。だから今日の前半の結論はですねこれは宮伝立法現代の宮伝立法は排除して 聖書が教えているところでのみ私たちは立ち続けるということこれが大事だということですねさあ後半です今日はね前半が非常に力を入れて話しましたので相当時間が経ちました後半いきましょう後半はねそれが15章の21節からで最初がツロとシド「つろとしどン ここれれは今のレバノンですそこに行かれた後半が29節からそれからイエスはそこを去ってガリラエコの岸に行き山に登ってそこに座っておられたこれがデカポリスという場所ですデカポリスっていうのはヨルダン川の東の方にあるローマギリシャ風の町々のことで10個あったんでデカっていうのは十ですポリスっていうのは町ですだから十の町その地方に行かれたつまりつまり 両方とも異邦人の地です。ここで2つの話が出てきます。まず、ツロとシドンです。今のレバノンです。当然異邦人の地です。イエス様はそこに弟子たちを連れて行かれました。イスラエルの地にいるとね。もうパリサイ人との論争に明け暮れてるわけですから。だからそういう場所を離れて。 弟子たちと共に時間を過ごし、彼らを訓練できる場に行かれたわけです。こういったことを私たちは今の言葉でリトリートと言います。英語ですけどね。これは弟子を訓練する第二回目のリトリートをイエス様は行われたわけです。そこに予期せぬ人物が登場してきます。カナン人の女です。しかもヒステリックに叫んでます。別に悪霊につかれているわけじゃない。娘が悪霊につかれている。 悲惨な状態ですカナン人の女より具体的にはギリシャ人でスロフェニキアの生まれとマルコは書いてますカナン人というのは総称ですこの地方の人々の総称もっと細かく分けるとスロフェニキアの生まれで言葉はギリシャ語を話している人これがこの意味です彼女がイエスのところに来て叫びます 主よよダビデの子よ私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。冷たいじゃありませんか、ヤニ。弟子たちもあんまりうるさいからイエス様も追い返してくださいというほどになった。場面わかりますか女が大声上げて必死についてきてる。イエス様は聞いてんのに聞いてないふりしてるとても冷たい。 弟子たちの方がハラハラドキドキしてイエス様もいい加減にしてくださいあの女を返してくださいっていうわけですさあここで何が問題なのかなぜイエス様はお答えにならないのかそれはこの女のリクエストの方法に問題がある彼女はイエス様に何て呼びかけてます主よそれからダビデの子よと呼びかけてますイエス様のお父さんの名前は何ですか じじゃゃあヨセフの子言えばいいじゃない。なダビデの子じゃないじゃない。なんでダビデの子って言ってんのそうだね。ダビデの子っていうのはメシアのタイトルなんだ。でイエス様はこの言葉あんまり使ってない。イエス様が使うときは人の子って言ってます。むしろ。人の子っていう言葉はイエス様大好きだった,た。ダビデの子っていうのはイエス様は言わないんだけど、周りの人が言うわけ。つまりメシアはダビデの子として生まれる。だから、 メシアなんです、ダビデのことで。言い方を変えると、イエス様、主よ、イスラエルのメシアである方よという呼びかけになります。これで少し分かってきたね。イエス様がなぜ答えていないかというと、この女は異邦人ですか、ユダヤ人ですか。異邦人だろう。で、イエスがメシアであることを信じて祝福を受けるっていうのはユダヤ人に与えられた祝福なんです。 もうう回言うよイエスをメシアとして受け入れたならば祝福をもらえるというのはイエスがユダヤ人のために用意されている祝福なんですところがこの女は違法人だからイエスをイスラエルのメシアとして告白をしてそのベースに乗ってだから祝福をくださいっていうのは自分が資格がないことをお願いしていることとイコールなんです。 イエス様はイスラエルをまず救うために来られましただからここでは天の父なる神の計画に非常に忠実なんですこの女がいくら願ってもダビデの子イエスよあなたはメシアだから助けてくださいって言ってもこの違法人はその祝福を受ける資格の中に入ってないんですそれがイエス様が沈黙している理由ですところがね面白いことが起かってる イエス様がね「私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません」とおっしゃるでしょそれが今説明したことの内容ですよそれを聞いていたおそらくこの女はねそれでイエスの前にひれ伏して次に「主を私をお助けください」と言ってますね最初の願いと「主を私をお助けください」という願いと何が違いますか何かの言葉が抜けてるでしょ何が抜けてる ダビデの声という言葉は抜けてるじゃんつまりこの女はねイスラエル人が受ける祝福を要求するのをやめて今度は「私は本当に困ってるんです私を憐れんでください」という一般的な憐れみを願う言葉に変えてるんです。それならば勝負の土俵が違うねわかる最初彼女が乗っかった土俵はイスラエルだけが祝福を受ける土俵です。 今度彼女が乗っかっているのは創造主であるお方に人間として憐れみを求めているんですそれにはイエス様は反応するんですその時に女がちゃんと理解したかどうかというテストをまずしていますそれがこれです子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことですとおっしゃいました子供たちのパンというのはイスラエルが受ける祝福ですあの 子供がパンを食べようとしているのをそれを取り上げてペットにあげてね子供がお腹すかすってのは良くない。子犬っていうのは異邦人のことです。子犬と聞いて怒りを感じる人いますか。なんで俺たちが子犬だ。で一世紀のこの時代のユダヤ人の間では犬という言葉は今よりもはるかにニュアンスはいいです。しかもこれは普通の犬じゃなくて。 子犬ですからね。可愛い犬です。そう、ちょっと気持ちよくなりましたが。<laughs> 決してね。悪いニュアンスじゃないということを覚えておいてください。そう言ったら女は何て言った？主よ。その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。と書いてある。これは何かというか。イエス様。私はあなたの言うことをよく理解できました。私はイスラエルの民が受ける祝福を。 いただこうとしてるんじゃないんです。異邦人にも落ちてくる祝福パンくずのようなもので結構なんです。それをいただこうとしております。その時にイエス様は、ああ、あなたの信仰は立派です。異邦人の信仰を認めたわけ。その願い通りになるようにすると、彼女の娘はその時から治った。ここでね。実はすごいことが起こってる。何かというと。 イエス様はイスラエルの地にいたじゃない。イスラエルの地で一生懸命ユダヤ人を祝福をしようとしてんだけど、古伝立法に関する論争があって、そこを離れていかれるわけじゃない。本来は異邦人はまだ救いを受ける段階になってない。異邦人が救いを受けるのは、イエス様が十字架にかかっていこうですよね。教会時代になってからですよ。でも、ここではね、その教会時代に突入する前であって。 でも違法人がイエスを信頼しその憐れみにすがるならば違法人でも救いを受ける祝福を受けるということがここで明らかになってきているんですだからこれがいわば違法人の救いキリスト教の源流につながっていくイエスの憐れみの姿であります。もう一つ 異邦人の地で起こっていることがあるんですが、場所はさっき言ったようにデカポリスです。ガリラエコの東岸です。これが二九節以降です。これは弟子のリトリートの第三回目です。これもまた弟子訓練です。皆さんはマタイの八章の時にレギオンという大量の悪霊につかれた二人の男がいたのを覚えてますか。悪霊が出て豚に入って豚が溺れたあの箇所です。その時にあの男たちはイエス様に。 後についていいてきたいと言いますイエス様はその時代は異邦人の弟子はまだ取ってないんですユダヤ人しか弟子に取らないだから送り返して自分の家に帰って証しをしなさいそこで彼らは帰っていって伝道したわけですがその成果が上がってるというのは分かるなぜかというと同じ場所にイエス様が帰った時にたくさんの人がイエスのもとに出てきてるわけですその人たちを見てイエスは憐れんで 癒しの奇跡を行っています。これも違法人に対する祝福です。その次にパンの奇跡です。主な目的は弟子を訓練するためです。今回は4000人がパンを食べて満腹しています。以前5000人の奇跡が出てきましたが、あれはイスラエル人に対する奇跡でした。 今回は違法人に対する奇跡です。これが四千人のパンの奇跡です。二つは似ているけれども違う。パンと魚の数が違う。以前はパンがいくつあった。五つのパンと魚が二匹。今回はパンが七つあるんです。魚が少々です。人数が違う。前回は五千人が食べて満腹した男だけで。今回は四千人が食べて満腹した。 残ったパンクズの数,数も違う前回は12のカゴにいっぱいになった今回は7つのカゴにいっぱいになったんですこれは文字通り12であり7残ったんでしょうただ象徴的に考えるならば12というのはイスラエルを象徴する完全数です7というのはこれも完全数ですけど違法人まで含めた祝福を象徴した7という字です 主な目的は何か弟子訓練ですもちろんイエス様はパンをどこから手に入れようかとおっしゃっていますパンをどこから手に入れようか以前の奇跡から学んでいたとするならばイエス様あなたはどんな状況であってもどんなことでもお出来になりますと答えればいいんだけども弟子たちが沈黙しています何にも答えてないおそらく前回の奇跡から教訓をまだ学んでないんでしょう と同時に、違法人にパンを配りたくないという抵抗があったのかもしれない、心の中に。いずれにしても弟子たちは沈黙しています。それでイエスはパンを弟子たちに与え、弟子たちがそれを配っています。ここでもイエスからパンを受け、それを配ることを弟子たちは学んでいます。これは、違法人が祝福を受ける時が近づいているということを 予表している奇跡ですつまりそれはイエスにとっては十字架の時が近づいているそれによって違法人である我々が祝福を受けるんだということの先駆けになっていますね。イスラエルの地また違法人の地で起こったことを退避させることによってメシアの思いが見えてきます。さあ結論です3つ言います。 今日の15章を通して見えてきたのは、ユダヤ人であっても、異邦人であっても、救いの道は一つです。もう一回言うね。ユダヤ人であっても、異邦人であっても、救いの道は一つです。別々の救いの道があるわけではない。それがユダヤ教、キリスト教を乗り越えた信仰の本質です。それは、 イエスをメシアと信じる信仰によって私たちは救われます。メシアを信じたときに精霊による心の清めが与えられます。ですからいかなる教えであっても人間の教えであるならばそれは必ず滅びます。冒頭に申し上げた日本の宗教的な考え方は最高だと。全部のものを受け入れる。 全部のものを受け入れるということは全部が相対であり相対であるということは全部が人間の教えだということですそれは必ず滅びますユダヤ教もそれが救いの道であると教えるならば必ず滅びます掲示された御言葉だけが永遠に残りますイエスを信じることはユダヤ人にとってもまた異邦人にとっても必要なことです それがユダヤ教教とキリスト教の関係です今神様はユダヤ人に強く働きかけイエスこそイスラエルのメシアであることをユダヤ人に示しておられる時代です。2つ目結論の2つ目イエスの十字架によって違法人の救いの時が到来した。 今の時代はね。これを確認したいいと思います。イエスの十字架によって違法人の救いの時が到来しただから私たちも神様がアブラハムに約束された祝福に預かることができるようになったイエスの十字架はモーセの立法の要求を全部満たすことでしたモーセの立法の要求が全部満たされた結果違法人である私たちもアブラハム契約の祝福に預かり そして救いを信仰によって得ることができるようになったそういう時代に今入っていますそれが聖書の構造ですまずイスラエルからそして違法人の世界にただらそこで聖書は終わらないね3番目はユダヤ人の救いの時が近づいているつまり違法人の時が終わりに近づきユダヤ人がイエスをメシアとして信じる時が近づいているそれは イエス・キリストがオリーブ山に再臨される時が極めて近いということです世界の状況を見るとユダヤ人というブロックがありまた違法人というブロックがあるユダヤ人のブロックの中からイエスをメシアとして信じるユダヤ人がえり分けられてきてます違法人の中からもイエスを救い主として信じる人々がえり分けられてきてますそしてこの2つのつグループが 誠の教会を形成すする動ききになってきていますだからユダヤキリスト教的世界観価値観つまり聖書的価値観というのが極めて鮮明に形作られつつある時代ですそれはメシアの再臨が近いことを予感させますがそれを黙って見ていないのがイスラム教ですイスラム教もまた 人が植えた木です。それはメシアは神の救いはアブラハムそれからイシュマエルの系列から出てくると考えている宗教です技の宗教ですそれが最近ここ20年ぐらいの間にイスラム教のリバイバルが起こっているかつてはコーランに興味なんかなかった 名目的なイスラム教徒たちがコーランを毎日漏洩し、その中からはイスラム原理主義のように極めて暴力的に自分たちの目標を達成しようとする人たちも出てきているんです。その理由はなぜかというと、ユダヤ・キリスト教的な価値観が鮮明になってきているために、それに対抗する力だとしてイスラム教が復興してきているということです。私たちはマタイの福音書の十五章からね、 ユダヤ人たた。ちがメシアを拒否した結果メシアであるイエスが違法人の地に出ていき違法人の中で信仰を持つ者に祝福を与える図式を今日学びました実はその図式が現代にまで続いているんですネガくはイスラエル人の中ユダヤ人の中からイエスがメシアであることを告白する人が一人でも多く起こされますようにネガくは違法人の中から 特に日本人の中からイエスが私の救い主だと告白する人が一人でも多く起こされますように。そして願わくはイスラム教徒たちの心が和らぎ、彼らが目指していた救いがメシアであるイエスのうちにあることを見る人たちが多く起こされるように。神は必ずこのことをなさってくださいます。皆さんが今週もメシアであるイエス様と共に歩み、 多くの豊かな収穫を刈り取りなさいますようにイエス様の皆によって皆さんを祝福しますアメン祈りましょう天の父なる神様イスラエルに与えられていた祝福を求めたあのカナン人の女が何の答えもいただくことができなかったけれども 今度は神の憐れみに寄りすがった時に良いお答えをいただけたことを今日学ぶことができましたこのことは私たち法人が救われたことが当然であるということを思うならばどんなに間違っているかということを教えております私たちは先祖代々希望も契約も 約束も何も持たない民でありましたが、今やイエス・キリストを通して父なる神の御座に近いものとされたことを感謝をいたします。何という素晴らしい特権であり、祝福でありましょうか。そのことは掲示された聖書の言葉を通してでなければ私たちが知り得なかったことであります。今、キリストにあって大いなる特権 とととと祝福と地位と与えられているこをを感謝をいたします。今日、私たち一人一人が自らに与えられている素晴らしいポジションを再認識して神の息子として神の娘として天の御国の全権大使としてこの世に出ていくことができますように今主よ大いなる祝福をもって一人一人を励まし派遣してくださいイエス様の皆によってお願いいたしますあめン。 メッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください